設備の紹介なんですけども、まあ、いろいろ設備に関しての問い合わせがある中で、結構一番多いのはフォームガンですよね。こう泡が出来上がるこう動画を何回も載せてるからなんですけども、これはね、フォームガンで作ってるんですね。フォームガンってこう泡を、きめ細かい泡を作る機械なんですけども、まあ、詳しく説明します。で、まあまあ、泡を、きめ細かい泡を作る努力は皆さんしてると思うんですよ。スポンジで時間かけて作ったりとか、ミキサー使ったりとか、いろんな工夫してると思うんですけども、ぶっちゃけまあ、最高に細かい泡ができると。で、きめ細かい泡で洗った方が綺麗になるなっていう感覚も皆さん持ってらっしゃると思うんですね。トリマーさんなら。で、最初にそのグロリアっていうその蓄圧式、手動のね、シュコ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 シュ、タンク内の圧力をグワッと高めて泡を出すグロリアっていうのを買った時にめちゃめちゃ綺麗になったんですよね。これはすごいなと思って、まあしばらく使ったんですけども、あれ壊れるんですよね。その圧力のゲージがないんで、多分あれ圧力かけすぎちゃうんですよね。で、壊れるんで、ちょっと諦めてたんですよね。ちょっと諦めてたと同時に、まあその圧力を一定に保つためには、まあその電動のコンプレッサーっていうものがあれば全然いけるんで、っていうのは考えたんですけども、まあさすがにトリミングサロンでコンプレッサー使って、泡を作るって普通じゃないじゃないですか。だからまあさすがにまあそれは、まあないなと思ってたんですけども、ある時ドルさんですよね。四国のドルさんの SNS を見たときに、なんかこのコンプレッサータンクがちょっとどっか映ってたんですよね。で、使うと。トリミングサロンでコンプレッサー使うと。ね、大工さんじゃないんだから、何使うんだろうと思って、まさかと思って、連絡しましたよ、僕は。面識もないのに連絡しましたよ。もしかしてコンプレッサー使って、フォームガンで泡作ってますかって聞いたら、もう結構前からやってるっていうんで、こんな同じような考えをする人がもう日本にいるんだと思って驚いて、まあでも、そういうこだわりのある、まあこだわりがあるんですよ、古さんは。こだわりがある人がやってるんだったら、これ間違いないなと思って、コンプレッサー買いましたよ。これが、建築用のコンプレッサーですよね。大工さんが釘打ちしたりとか、に使うコンプレッサーで、これは日立工機、まあ、マキタとかいろいろ出してますけども、これは日立工機のタンクがね、結構これ容量あるんで、これが容量がこの、足りないともう、予備タンク買わなきゃいけなくなっちゃうんで、ある程度の容量があるものを買いました。で、建築用のコンプレッサーで何が優れたというと、100V でやっぱり、使えますよね。で、車とか洗うときにそのフォームガン使ってるの見たことある人はもうめっちゃあれは後ろにでかい 200V めっちゃでかいコンプレッサー使ってるんで、まあ要は使う泡の量が車を洗うのと家を洗うともう全然違うんで、そういうの使わなきゃいけないんですけども、まあ建築は 100V ですよね。その住宅建てたりする大工さんが使うんで 100V の電源使うんで、あとはその狭小地、その狭いところで大工さんとか建てて、隣にね、建て替えとかで迷惑かけるわけにいかないんで、これ、静音設計ってなってるんですよ、今のそのコンプレッサーって。結構静かな音で。トリミングルーム使ってね、そんなコンプレッサーがボコボコボコ音を出してたら、やっぱりその、うるさいんで、これは結構静音設計ってなってるんで、そのあたりが、かなり、いいですよね、建築のコンプレッサーは。そんなに高くないです。これ10万円ぐらいかな。まあ、高いっちゃ高いけども、全然これ、メンテナンスいらないんで壊れないんで、で、高圧と低圧って分かれてますけども、まあ、これは低圧のところにこう3本出してますよね。3本出してるっていうのは、3種類今、使ってるんで、シャワーを。シャンプーをね。まあ、そんな感じで使ってます。で、実際に、どんな泡ができるかっていうと、まあ、車洗うときと基本的には、どういう泡かっていうと、要は壁にこうつけるとこう落ちてこないですよね、なかなか。これは車と一緒です。要は車もこう
ボディにこう傷つけたくないんで、ゴシゴシ洗いたくないんで、こういう泡ができるわけです。いわゆるホイップに近い泡ができるわけですね。それで、犬を洗うとどうなるかっていうと、まあ、汚れが落ちるっていうのは物理的にはどうか僕は分かんないけど、もう感覚的には汚れはめっちゃ落ちます。皮膚科専門医の先生に聞いたんですけども、水分蒸散値も低くなるそうですね。要はそのシャンプーして流した後に、その皮膚の表面から水分が蒸発する割合も要は低くなるんです。保湿効果が高いみたいですね。きめ細かい泡がで洗うと、そういう効果がありますよね。まあ、どんな感じを使ってるって、これは本当中国製ですね。最初なんだっけな、あれ日本製の画竜か、画竜で最初使ったんですけども、どうしても詰まるんで、高くてきめ細かいはできるんですけども、これはもうアマゾンで中国製の買って、画竜の類似品ですけども、まあまあ持ちもいいし、これはいい泡できるんで、これ使ってます。とトータルでやっぱり10万とか、まあ1人で使う場合とね、スタッフ5人6人使う場合でも、エアの必要なエアの量が違うんで、そのコンプレッサー何を買えばいいかというのも違うんですけども、10万まあ8万ぐらいから12万ぐらいでコンプレッサー買えて、これ以降3000ぐらいで買えるんで、まあそれでもう全然何でも壊れないし、作業スピードが速いし、綺麗になるしっていうことを考えれば、コスパは正直かなりいいと思います。フォームの紹介でした。では。